大家好、こんにちは。台湾系旅行系 YouTuber 兼イラストレーターのここちゃんと申します。今日はですね、台湾政府が外国人旅行者に5000台湾ドル、およそ22,000円の補助金を支給する消費金キャンペーン、改め台湾ザ・ラッキーランドキャンペーンに実際に申し込んでみようと思います。申請サイトは2023年5月3日現在、中国語と英語しか対応していませんが、日本語に訳して申請手順をご紹介していきます。これから申請してみようかな、台湾に行ってみようかなという方は、よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。では早速キャンペーンに申し込んでみようと思います。キャンペーンの内容についてまだよくわからないという方は、こちらの動画を先にご覧いただくとよりわかりやすいかと思います。キャンペーンに参加するための5つの条件や、キャンペーンの補助金がどういった形でもらえるのかもこちらでご説明しております。そしてキャンペーンの公式サイトはこちらの URL になっています。こちらは概要欄にもリンクがありますので、そちらからぜひご覧になってみてください。こちらのサイトはパソコンからもスマホからもご覧いただくことができます。ではこちらの URL から公式サイトを見ていきます。はい、こちらがキャンペーンの公式サイトになっています。中国語と英語に対応していて、スマホにもパソコンにも対応しています。公式サイトを開くと中国語で出てくるのですが、こちらを英語で見たいよという方はメニューバーの右端になる EN ボタンを押すと英語版のサイトに移動します。もし Google Chrome をお使いの方は、パソコンからでしたらば URL が書いてあるバーの右端、この翻訳ボタンで日本語に訳すこともできます。スマホからも日本語に訳すことができます。ですがこちらも完璧ではないのでご注意ください。この公式サイト、作りとしてはとってもシンプルになっています。このキャンペーンの登録申請はこちらのボタンから行います。はい、申請ボタンをクリックすると個人情報などに関する同意ボタンが出てきます。こちらをよくご確認いただきましたらば、この同意ボタンをクリックします。はい、そうすると申請画面に進みます。こちらの名前の入力はパスポートと同じ英語でご入力ください。こちらのミドルネームは任意となっておりますので、姓と名前だけでも大丈夫です。お名前やパスポート番号はお間違いのないようにご入力ください。そしてこちらは国籍は日本を選択してください。台湾空港到着予定なんですけれども、こちらは到着する空港をお選びください。台湾空港は第1ターミナルと第2ターミナルで分かれておりますので、到着するターミナルを確認してこちらも選んでください。到着予定日の欄は台湾に入国する日時を入力してください。日本を出発する日時ではなく台湾到着の日時ですのでご注意ください。こちら仮に5月5日の1時到着と入力いたします。台湾に到着する航空会社の欄には航空会社の2レターコードと呼ばれるアルファベット2文字のコードを入力してください。例えばピーチ航空だったらば MM、 タイガーエアーは IT、 日本航空は JL、全日空は NH などになります。フライトナンバーは搭乗する飛行機の便名になります。航空券の予約確認書などで2レターコードの後に書かれることが多い数字の部分です。例えばこの便 MM859 だったら859の部分がフライトナンバーになります。そして出発予定日、こちらには台湾を出発する日時を入力してください。先ほど台湾到着予定日を5日に入力したのですが、台湾を出発する日は7日からの入力になっています。このキャンペーンに参加するには台湾に3日以上滞在することが条件となっておりますので、5月5日に入国した場合、
台湾入国3日目の5月7日以降の日付を入力することができます。台湾入国の当日または翌日に帰国をする方は残念ながらこのキャンペーンの対象外になります。はい、なのでこちらも仮に7日としておきます。こちらも同じく帰国便の航空会社とフライトナンバーを入力してください。 E メールの欄にはご自身がお持ちのメールアドレスを記入してください。こちらに抽選に必要な QR コードが返送されてくるそうですので、お間違いのないように記入してください。消費オプションですけれども、こちらには希望の商品を選択してください。これちょっと日本語訳だと分かりづらいので中国語に戻しますね。はい、こちらの上2つの電子表と書いてあるものが台湾の IC カードになります。バスや電車はもちろん、スーパーやコンビニなどのお店の決済でも使えます。そして一番下が宿泊割引クーポンになります。宿泊割引クーポンは台湾のホテルで割引券として使えるのですが、対象となるホテルは限られていて、消費金のページから一覧を見ることができます。宿泊費以外にもホテルのレストランやスパで使うことができるそうなので、どうせならパーッと豪華に使いたいという方はこちらのクーポンがいいかもしれません。ただしホテル予約サイトなどから宿泊費を前払いや一部先払いして予約した場合は対象外となりそうです。確実なのはホテルの直接予約で現地払いが良さそうですが、消費金の当選を予知してホテルを予約することはできないので、リピーターの方は次回の台湾訪問の時に使うか、ホテルのレストランやエステで使うという方法しかなさそうです。そういったことも踏まえて IC カードにするか、ホテルの割引クーポンにするか選んでみてください。そして最後にこの画像の数字を入力して、こちらの文言に同意できましたらばチェックボックスにチェックをして、そしてこちらの送信ボタンを押します。はい、こちらがキャンペーンの参加申請の方法になります。こちらからね、申請をするだけではくじ引きはできません。到着した空港のくじ引き所で送られてきた QR コードを提示してくじ引きに参加をしてください。私も実はこのキャンペーンのために台湾に行ってまいります。なのでくじ引きの手順や感想なども動画にしたいと思います。当たるか当たらないかはわからないんですけど、もし当たったら消費金使ってみたという動画も出したいと思います。もしこの動画が少しでもお役に立てましたら、高評価とチャンネル登録お願いいたします。それから毎週土曜日夜9時からはサブチャンネルで台湾と旅の雑談配信もしております。 Twitter、Instagram などの各種 SNS ではリアルタイムな情報も発信しています。よろしければそちらも概要欄からフォローいただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょうね。シェシェ、バイバーイ。